何々がなければこういうものはできないじゃなくて、すでにここに存在している調和とか循環とか力っていうのが最大限に発揮されるにはどうしたらいいかっていうことを、農薬を使わない、除草剤を使わない、肥料を使わない、太陽と土と水の力、人の知恵とか努力がこううまく合わさると、こんなに素晴らしいものができるんだっていう、やっぱり感覚を共有したいんですよね。合気道自体がこそ自然と一体となること、宇宙と一体となることを目的とするという、試合もないし優劣もない、ゴールもないし、常に常により良い自分っていうのを作っていくっていう武道なので、まあ会社員時代に苦労した経験があって、体調を壊したんですよね。不足感が前提でなんか競争したり奪い合ったり、ありがとうございました、ありがとうございました、最後ガタンと、あ、立ち上がれないわみたいになったんですよね。武の一如っていう言葉を開祖が言っていて、武と能は切り離せない一つのもののようなことだと、一つ一つの個性がそれぞれ自分らしくあることで大きな調和をしているっていうこととか、全てのものは価値があって、本当の豊かさっていうのは自分にとっては何だろうっていうのはすごく問いかけるきっかけになって、稲だったら稲が本来の力を出せるようにするにはどうしたらいいかとか、関わる人たちとかもやっぱり違う才能同士とか、いろんなものがみんなでうまく循環して形ができるというか、そういうことですかね。みんなが嬉しかったりとかっていうことはすごい大事にしてます。鶴渕さんとはもう田植えの前の田起こしのところからですね、協力させていただきまして、みりんは初めはですね、味見した瞬間にこれはもうデザートワインで使おうと思いまして、当初はずっとデザートワインとして出させていただいたんですね。飲んでも美味しいですしっていうみりんがね、なかなかなかったというか、熟成感のあるみりん、どうしてもみりんというと皆さんこう透明でほのかに色がついてるかついてないかぐらいかとは思うんですけども、やはり鶴渕さんの熟成させたみりんは茶色くて、もう奥行きがすごいですね。みりんは常に使っておりますので、今回はフォアグラに合わせようということで煮詰めるというふうにしておりますね。やっぱり生き物がいっぱいいますよね。水をいっぱいにするっていうことで生き物の数がですね、もう本当に数えられない天文学的な宇宙的な空間になるわけなんですよね。生きて死んで生きて死んでっていうことで、やっぱりそれが分解されて栄養になるっていうような循環があるのが特徴で、大型の鳥が来るっていうのはやっぱりザリガニだったりとかカエルだったりとか、大型のものが食べられるだけの大きな生き物がいっぱいいる。それが生きられるってことは、またその下の食べるものがあるっていうことで、やっぱりその除草剤や農薬やそのものを使わないっていうのは、その底辺の目に見えない生物層だったり、そういう微生物のバランスだったり、そういうのを大事にしてる気持ちがあって、いすみっていう地域が伊勢海老の漁獲量が日本でトップクラスだったりするんですよね。日本の文化っていうのは稲とともに、田んぼとともにできてきたと思いますし、この里山っていうのが山から田んぼを取って川を取って海に行く、畑ではなくて田んぼっていうものが、より循環が水を通して他と山や海とつながってるっていうことが感じやすかったりですね。美味しいものを作るって熱量っていうよりは、優しさが前面に出てるっていう感じの方なので、僕はそこの人間性にすごい惹かれて、
そこから伝わる味っていうのは本当に温かい、深い、優しい味わいというか、柔らかいニュアンスの味わいがこうグッとなんか濃縮したような感じのイメージですね。炊き比べっていうのをやったんですけど、いろいろな条件によって炊けた後のお釜を開けた時の香りっていうのが比べると本当によくわかる。味わいがしっかりあって広がり深みがありながらもすっきりしているっていうのがすごく特徴だと。味覚とか嗅覚とか美味しさっていうのに敏感な方にはやっぱりそういうすっきり感っていうのはもう香りからやっぱりお釜を開けた時の香りから違うって言ってくださる方も少なくないですし、お米を 90% 残して 10% しか削らない状態でもえぐみや雑味ではなくて、それが味わいの深さ、すっきり感っていうのが日本酒でも飲んだ人が感じてくれてますし、味わいとすっきり感の調和みたいなことが特徴なのかなとは思いますね。何？ここでなんか捕まえるんだ。あ、すみ、新しいの入った。なんかあれ？なんだろうこれ、見たことない。本当だ、シマジャンゴロウか。シマゲンゴロウかな。やっぱり子どもたちが田んぼの中で生き物を取ったり汗で遊んでる風景、その時の輝いてるような顔とかやっぱりすごいいいんですよね。どうちょうだまがいる。昔はそんなに氾濫しなかった川が随分氾濫してたりするのを見るんですけど、本当に突き詰めて考えていくといつも思うのは、その味とか安全安心みたいなのはもう当然の底辺のところで、で僕らが本当に意識してるっていうのは残していくっていうか、さらに育んで後世に伝えていくっていうか、持続的というか、まあ倫理的というか、そういうことだと思うんですよね。父ちゃん、うん、ここからつけちゃえ。オッケー、つけちゃえ。